しろある。なるほど、楽しみですね。じゃあ続いて、はい、好きな役はありますか。ちょっと中林さんが言ってもらっていいですか。僕ですか。僕はリーザーですね。お、リーザー、リーザーですよね。そうですよ。好きな理由は。いや、やっぱ高いじゃないですか。高いから。言語化苦手ですか。なんていうんですかね、他の人も縛れるじゃないですか、リーチ。あー、なるほど。はい、それが好きっすね。やっぱりだから逆にやられるの嫌いですもん。あー、やられる人生みたいなね。ね、すみません。やられるの。グミちゃんいかがですか。いや、まあこれはもうリーチが僕はもう一番強いってずっと言ってる、ね、そうですよね、お好きですからね。これは模範解答というか、うん、まあもう本当は僕ここでリーチ以外のこと言う人全員もだいぶ脱落させたいですけど、本当はここでもう役満とかやつはもうほんと言語道断なんです。そうなんだ。たまにいるんですけど役満ね。ゆうさん、役満っていうことを踏まえて、ゆうさん、じゃあゆうさんは好きな役はリーチです。ちゃんとボケろよ。いや、本当は竜医僧です。竜医僧、竜医僧が好きです。え、なんで言ってんの。なんでですか。綺麗だからです。かわいい。なんか竜医僧何回上がったことあります。あ、なんかよく聞かれるんですけど、まあ、10回は上がってますね。すごい。竜医僧はすごく遠くから狙いますね。3つあったら行きますね、その種が。へえ、どうですか。役満は午後どうなんだとか言ってましたけど、組長。変化ないですけど。組長。はい。綺麗、確かに綺麗。綺麗ですよね、やっぱり。うん、あと本一やってたらたまになんかあるかもってなると。そうそうそう。わかる、ね。まあ、うん。わかるけど、うん、ちょっと評価ダウンですね。なんか、リーチって言ったのに。なるほど。リュウさん、まあまあいいか。まあ、じゃあもう。役満を言うやつはマジセンスないって言ってから役満を言ってくるこのメンタルにはやっぱちょっとプラス。メンタルすごかったですね。メンタル強い、確かに。ねえ。じゃあ続いて、好きな VTuber もしくは知っている VTuber いますか。稲葉ハネル以外ね。あ鈴木雅くん。おお。渋谷春さん。おお。千葉先生。ウィスキャミーさんとか。めっちゃ知ってるじゃないですか。好きなの、あ、それ知ってるのを述べているだけじゃなくて、そう、好きな人。え、好きな稲葉ハネル。意外だ。ありがとうございます。ネルちゃんと、うん、いや、千葉先生ですかね。おお、千葉先生、やっぱり面白いから。面白い。あのショタの話してる時好きです。ショタねえだからね。はい、シャムクロン先生。ゆうさん固まってますけど、わかります。いや、VTuber、最近お仕事も一緒にさせてもらう機会が多くて。そうですよね。もう知っている VTuber って方もたくさん頭に浮かぶんですけど、うん、好きな人は白雪レイドさんですね。おー、そうなんだ。レイドくん、すごいかっこいい麻雀打ってたのと、僕が一番最初そのお仕事させてもらった VTuber さんが天海さんだったりですとか、うん、白雪レイドさんですとか、うんうん、あとも声がすごい好きなんですよね。かっこいい。YouTube 普段見ます？ YouTube はその、ま、チームメイトがやってるのは結構、うん、ま、優先して見に行ったりはしますね。じゃあ、バイオハザードでわーわー言ってる人の配信も、はい、バイオハザード一回も見たことないです、まだ。そうなんだ。で、怖くて見れないんですよ、ゆうさん。そうなんですか。怖いっすね。ジャカがいつでかい声出すかっていうのが。なわけないです、そっちはないでしょ。いやーでも怖いですね、バイオハザード。怖いんですか。怖いっす。組長もなんか何回かヘルプに見たわ、言ってた、2人でやってたもん。ね、やってましたよね。見てるんじゃねえか。あ、見てたわ。言ってました、すいません。いや、なんか俺今日もう意気込みがあって、ゆうさんね、うん、もうなんかいつもこんな感じじゃないですか。はい、大丈夫です、全然。あの、ね、めっちゃ感じがいいですよね。柔らかくてね。はい、あの VTuber の皆さん全員好きなんですけど、あの白雪レイドさん、うん、もう全員好きなんですけど、本当に全員好きなんですけど、多いじゃないですか。ねえ、はいはい、柔らかいです。これはもうおかしいぞと、もう本当に好きなのを見せろと。なんでですか。いいことなんですよ、優しくて。違う、もう、え、もう、ね、俺はもう、ね、今日暴きに来たんだ。バカれちゃうか。優しいことなんですよ。優しいことなんですよ。ふざけんなよみたいな。ちょっと怒っちゃうぐらいのね。スノースズキを見たいんだよな。スノースズキじゃない。外面で生きてますから僕は。だって俺、僕もね、会ったのね、はい、7、8年前なんですけど、その時からもうペイペイの僕に対して、うん、僕全然23歳とかですよ、うん、なのに、いや、松本君全然あのセットしていただけませんかみたいな、
覚えてます。僕自身は低い方なんだ。わかんないんですけど、みたいな。全然ここないんですけど、わかんないんですけど、みたいな感じ。ちょっと感じ悪くないっすね。いや、なんかおかしいの。いや、でも、ずっとそうなんだよ。あのですね、僕、あの、組長にそっくりそのままそれをね、言いたいぐらい。組長もね、腰低くて優しかったですからね。はい、今ね、ここで言うのはちょっとあの、あれなのかもしれないですけど、やっぱりね、本当に礼儀正しくて、若いのに。なんでここで言ったら、あれかもしれないですけど。あの、いや、今組長の立場を作ってらっしゃるから、だから営業妨害になっちゃいけないと思って。営業妨害いやだけど本当にいい人で、マジびっくりしました。若くてこんなに謙虚で、うん、謙虚ですよね組長は。そう。背高いしね。びっくりした。顔見えないもんね。いつもにでかすぎて。なんか嬉しそうですちょっと。嬉しそうにしてましたなんか。今途中で入ってきた背高いしねいらなかったし、あとなんか今この俺がこの暴いギャルゾーンみたいな、メガキャンしようとしたのにさ、途中から上げてきたところも腹立ってきた。いやいや、じゃあ俺グミ長のダメなところ俺一個上げていいですか？え、あるの？何何？グミ長にすごいいつも一緒にいて気になることがあるんですよ。何ですか？一緒に歩いてると、めっちゃ俺の方に迫ってきて、すごく歩きづらい。何それ？どういうこと？すごいこっち、なんか来る。犬みたいにこっちに。まだ歩けないってこと？いや、斜めに、斜めに歩いてるってこと？斜めに。翔ちゃんにも同じこと言われた。なんでなんだろう、わかんない。なんか、話聞いて聞いてになっちゃうのかな。グミ長、それはじゃあ人がいる方に近づいてっちゃうってことですよね。逆なんか話してたらなんかそうなっちゃうのかな。ワンちゃんみたい。犬みたいですね、確かに。狭いところだとね、ガチガチ当たるからちょっと邪魔だなって言ったんだけど、ね、自分の大きさ分かってないワンちゃんいますからね、ちっちゃい頃と同じだと思ってる、ね、そういう感じかな。隣にいますからね。ねえ、いつもいますから、うん、面談中だぞ。なんだその態度。じゃあ続いていきますか。麻雀以外の趣味を教えてください。カラオケとサウナです。サウナ。カラオケはアシッドブラックチェリーですか？そうなんですよ、アシッドブラックチェリー大好きなんですけれども、ボーカルのヤスさんが大好きで、ヤスさんの生まれ育った街を見てみたい、通ってた小学校見てみたい、ジャンナが集まる居酒屋さんに行きたいと。ジャンナダルクのファンをジャンナって言うんですか？そうですね、ジャンナですね、ジャンナダルクのね、ボーカルの方が今アシッドブラックチェリーってやってらっしゃる、はい、そうですね。じゃあ中場 A さんは趣味はバイオハザードですか？バイオハザードだけないじゃないですか。違うんだ。うん。何ですか？アニメ見ることですかね。あとはアニメ。スロット。スロット。へえ。スロットは僕が大好きな YouTuber がいて、ほう。その人に会いに行くので。へえ。モッティどうですか？この4つで揃いましたが。まあ確かに僕あのまあサウナも好きですし。まあ、スロットは僕全然やんないんですけど、中林さんと堀さんに誘われてやったことあるんですね。あ、そうなんだ。ユウさんって、シートブラックチェリー俺は好きだぞと。はい。もう俺の方が絶対好きだぞって言われたらやっぱ、はい。負けれねえって意地はあるんですか、やっぱり。ありますね。そんなに好きなんですか？大好きです。もうヤスさんが好きなんですか？ヤスさんが好きです。かっこいいイケメンだもんね。マージャンが好きです。わかりました。はい。麻雀の予定があるときに、ヤスさんにご飯誘われたらどうします？ご飯に行きます。あ、やばいじゃん。これもう M リーグで大事な、もう、今日はセミファイナル最終戦、鈴木を行ってくれって、ヤスさんも。それは、もちろん、試合に行きますよ。もちろん行くんですけど、ちょっとした感じだったら。俺と鈴木雄とネルちゃんとセットするってなったら、その。じゃあこの4人でセットするのと、はい、はい。ヤスさんでご飯誘われたらどうするの？もちろんセットさせてください。泣きそうになってんじゃん。まあ、本当に、お願いします。嘘つきましたよね。目が細くなったり、急にね。そんなことないです。そんなことないです。セットします。いや、じゃあもしこれがね、10回ぐらい、この4人でやってたら。飯行きます。ちょっとした会だったら行っちゃうってことですね。ちょっとした会だったらね。あの、もちろん、あの、代わりを探して渋川さん行ってもらえませんか？渋川さんどうせ暇ですから。どうせ暇ですからね、はい、あの方はね。確かに。いや、ほとんど代わりを見つけて、ちょっとすいませんと。なるほど。迷惑かけないように行きますね。いや、全然、あの、安さんの方行ってください。はい。